はい、えー、中年歌舞伎です、えー。先ほどはね居酒屋の、えー、居酒屋からのライブ中継、えー、ちょっとあのお目起越しのところもあったと思いますが、えー、非常に楽しかったです。ご来場をね、えー、していただいた方、えーと、ご視聴くださった方、ありがとうございます。で、あの和孝様とはね、えーと、非常に良い関係を、えーえー、持っておりましてね、あの 私が以前ね、あの使ってた、えー、スキャナー、もう最近ね、ちょっとね、中古ですけど、新調しまして、いいスキャナー買って。で、まあまあ、十分使えるスキャナーだったんでね、あの和高様に差し上げました、えー。その代償と言っていいんだろうか、これ。えー、またカメラをね、いただきました、えー、ので、報告の動画を上げさせていただきます。それでは本編スタート。 まだちょっと、ね、酔ってるんで <laughs>。すみません。まだ酔ってるんで。ただね、ちょっと報告ね、あの、せざるを得ないぐらいね、ちょっとあの嬉しい気分になってますんで、えー、っと、動画を作ってまいります。で、あの、カメラね、今回、えー、っと、5台ほどいただきました。えー、どれから紹介しようかな。まず、まず、えこれですね。まあ、これめちゃくちゃ映りがいいという評判の、オリンパスペン。e e d かな。 オリンパスペン D かな。ええー、とね、レンズがね、えー、オリンパス F 随行 F1.9、えーえー、32mm。でもこれものすごい写りがいいってい評判なんですけども、勝手にシャッターが切れるみたいですね、これね。うん。で、いただいたんですけどね、これね、あの、私の腕でなるかどうかわからんんですけど、やっていこうと思います。レンズはすごい綺麗です。これ取れるようになったら最高ですけどね、えー、シャッターは勝手に。 動いいてしまいますファインダーはね、すごくきいです。えっ、ー、とね、セレンは死んでるっぽいですね。マニュアル専用になっていくとは思いますけど、これ、ちょっと非常に使いたいです。はい。えー、次にね、えっ、ー、と、これ、えー、オリンパスワイド E、ね。あのー、以前ね、終戦直後のカメラを,しょ、えー、を使ってみたっていう、これとね、もうちょっと あと昭和30年ぐらいのカメラなのかなで、ワイドって言っても 35mm です。この当時はね、35mm のフィルムで、えー、ワイドだったみたいですね。えー、D 随行、WFC35mm。えー F C A mm えー、これ F 値はいくつかな ?F 値は3.5になる。35mmF3.5、mm、なのかな 35mmF3.5、うん mm、になるっぽいです。で、えー、セレンは死んでます。セレンは死んでますけど、これもともとマニュアルのカメラだし、えー、俺マニュアル露出、えー、専門のカメラなので、全然普通に使ってるんで、えー、使えると思います。で、えー、っと、シャッター速度が500ぐらいじゃなかったかな、500まであるんじゃなかったかな。あれそうだ、うん、えー。シャッター速度は500まで。えー、っとね、 コパル MXV、えー、というねあの、シャッターユニットを搭載されております。んで、えー、あ、すごい綺麗ですね。フィルム質もすごい綺麗です、えーあの。これね、もう多分、多分このまま使えるんじゃないかな。えー、モルトもね、元気ですし、えー、このまま使えると思うんでね、近いうちにフィルムも装填して写真を撮ろうと思います。はい。えー、で、次に、えー、これ。 シカエレクト 35cc これね、おそらくはね、富岡がレンズを作ってるんじゃないかな、えー。ちょっと、ほんのちょっと周辺部が青カビが出てますけども、これ、全然、全然関係ないところにカビが出てますんで、あのバリモンのレンズと言っても過言ではありません。えーとね、で、ピント合わせが、えーとね、これ、 中央にね、あの二、ー、重像がある。えー、すごい二重像もはっきり映ってます。二重像もはっきり見えますね、これ。これ、れです。ファインダーも綺麗です。で、電池もまだ入れてないので、露出系ははっきりしませんけども、露出系がなくてもね、あのマニュアル露出でギリギリ使えるカメラですのでねあの、ぜひ使っていこうと思います。これ黒、ブラックボディでかっこいいですね。ブラックボディは高値なんじゃないかな、ちょっとはっきりわかんないですけど、はい、次行きます。で、非常にね、 あの欲しかったというか注目していたカメラこれミノルタンねあのハイマチック C っていうカメラなんですねでえっ、ー、と CDS 受講素子で、えー、これデスケ生きてますね生きてますちょっとちょっと見にくいけど生きてます、えー、レンズは F2.7 から、えー、40mm の F2.7 からえー、ったうわめっちゃ綺麗めちゃくちゃ綺麗です見えますかね こんなカメラいただいていいのかなこれね。えー、あのー、シャッター速度が何分の1まで切れるのか分かりません。えー、まあ300まで切れたらいい方ぐらいで500まで切れるかなまあミノルちょっと早めのやつがあるんで。で、えっ、ー、とね、目測ピント合わせ式です。目測ピント合わせ式です。えー、今日ね、あの動画作ってますけどね、カメラのことはね、基本的に何も調べてません。 であのちょっと適当なあの動画になりますけど、ちょっといただいてきたということで、ね、報告の動画になりますので、勘、え、弁、ー、ください。これ見た目もね、ビカビカ。えー、もう最高にいいコンディションです、えー。ぜひぜひ使ってみようと思います。はい、次。これすごいですよ。こんなのもらっていいのかな。はい、ええー、これね、これもう純正のキャップもついてますけど。はい、コニカ 3A。これね、 これでね、シャッターのダブルアクションで、えー、写真を撮るんですけどね。レンズがね、コニシロクヘキサノン。これヘキサノンかなうん、一応ヘキサノンになりますね。えっ、ー、とね、48mmF2。これ、結構いい写真が撮れるかもしれないですね、えー。ファインダーも非常に綺麗です。20度しっかりしてますし、これは面白そうですよ。てかね、 あの今回いただいたカメラ、全部面白そうなんですけども、これ相当面白いです。えー、あの動画を作っていくのが楽しみですけど、あの以前いただいたカメラもあの随分順番待ちになってるんですけど、えー、いつ動画をアップすることになるか分かりませんけども、ね、これ状態もね非常にこんなこんなカメラいただいていいのかな。すごいね、ねもう全部がねあの素晴らしいです。でもう本当に、ね、ありがとうございます。えーとねあの 和高さんも今日もね、あのー、飲みながらお話ししたんですけどね、あのー、僕に負けず劣らずね、もう銀塩カメラに、ぼーっと、えー、銀塩カメラにね、あのー、没頭してはる、えー、没頭してるカメカ方になります。僕よりずいぶんあにね、あのー、年齢的に言ったらね、もう40代ぐらいから写真を始めた方なんですけど、もうどっぷりハマってまして楽し、もうとにかくね、あのー、飲みながらカメラ談義すごい楽しかったです。 であのタカ様の、えー、カメラはね、今後もね、どんどん出てきます。紹介してまいりますので、えー、あの、もうね、あの、目が超えている方でね、本当にねあの、素晴らしいカメラばかりですで。今回もこのような感じでいただいております。えー、あの動画にどんどん、ね、出てくると思いますんで、えー、またあの動画が出てきたら見てください、えー。今日の動画はね、こんな感じで、ね、えー、と、今何時だもう11時回ってるのか。 あのとりあえずね、いただき物をいただいたんであの、報告の動画を作らせていただきました。えー、今日の動画はそんな感じです。で、まあ、急な動画なんでね、えーと、たくさんね、今回ね、あの視聴者様の写真、えー、預かっております。で、次の動画ぐらいでね、あの編集して、えーとえー、紹介していきますので、えー、またお待ちください。それでは、今日の動画はこの辺で。 はいえー、居酒屋ライブ、えー、また、えー、機会、場所、えー、できれば、えー、次もやりたいです。楽しかったです。それではまた、えー、次の動画お待ちください。最後まで見ていただき。